パンダ局長ルル副長のダンダラダラダラ TV。 剣術修行をしたいと言うて自費留学、自分のお金で。え、でも自費っつったって、あの裕福なお家の自費でしょ。まあまあ、そうですね、裕福で。まあまあ自費で江戸に行きたいと。でその藩にね、願い出をして許可されて、勝手に出れないもんね、当時だから。はい、で許可をされて国士一刀流の千葉道場の門下。ここで国士一刀流が出てきます、ね、はいはいはい、そうですでちょうど急に年じゃなくて年代だとか、まあ、まあ有名なやつですからね、はい、これペリー来航してると、うんうんうん、このペリー来航した年に江戸に行ってるんです。この時でね、18か19ぐらいです。この時に、まあ、江戸に剣術修行に行ってたんで、うん、品川の警備として龍馬も土佐藩主として派遣されてるの、して品川の警備に派遣されてるんですよ。あ、そうなんや。そこでペリーの黒船をまず見とるんですよ。まあまあ間近で見れたってことですね。そう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 。おお、なるほど、ね、あれやべえなと、ここでなって、やべえぞってなったんだなんじゃあれはと、なんで徹夜のに置いてんねん。そうそうそう、まあそうよね、そこからよね。なんやあれは、煙吐いとるしね。そうそうそう、びっくりするよね。で、まあまあまあ、もっと衝撃の出会いや。そうそう、衝撃の出会いがあって、はい、まあ、一個ちょっと忘れてることがあったんですけど、何今から戻るの、何どこまで戻るって、うん、イオ、はい、イオさんが薙刀の名手の、そうそう、育ての母となるじゃないですか。ママ母。でこのイオの前の夫の実家が、うん、え、イオさんはイオさんバツイチなの。まあ、バツイチらしいです、前夫、まあ、調べたところによると。おうおうおう、前夫のなんか実家が、うん、長崎のなんか方にあるみたいで、その乙女と龍馬と二人で、その伊予の昔のその前の夫の実家に行くことがあって、なんで前の夫の実家、そうなんで、なんであれか分かる、伊予さんの実家ならまだ分かるけど、なんで伊予さんの元の旦那の家に遊びに行くの。その辺ちょっと忘れた。あれちゃう、はい、昔ってそういうのもあったんちゃう、割かしオープン、うん、すごいね、うん、ややこしい。あ、じゃあそういうちょっと西洋文化と触れる機会も、触れる機会があったんで、そこで龍馬はまずその海外のものについて、ものを知ってるんですよ。そこでいろいろ海外のものを見て、こんなすごいものがあるんやっていうのは知ってたんです。で、ペリーを見て、あれはすげえと、あれはなんじゃというふうになって、まあ、翌年に、まあ、1年間っていう、あ、そうだ、期限付きやったんや。期限付きやったんで、1年後のこの1850年に土佐に戻ってくるんですね。え、でもさ、よく考えたらすごいいいタイミングだね。そう、すごいいいタイミングなんですよ。ね、留学行ってないのに、そのタイミングで、ちょうどその時にペリーが来て、へー、そう、グッドタイミングやったんですけど、グッドタイミングって言われるか分からないんですけど、いや、でもまあまあまあ、大きな時期的にはね。まあね、それ見てなかったら、そうせえへんじゃなかったやろからね。そう、これ、ここに出会ってなかったら、全然この後が全然違うかったかもしれない。そうだね。うん、そう、ほんで帰ってきた。土佐に帰ってきたんです。はい、で、この時土佐に戻った時に、関西地区その辺ですごい大地震があって、土佐の方がもうぐっちゃぐちゃになってたんですけど、もうそんなことよりペリーのことやと。そう、ちょっと今自分の故郷の復興よりも、はい。まあまあまあ、それもあるけど、はいはい、えらいもう見てきたで、ね、わしと。で、土佐に戻って、はい、川田昌龍という人のもとに、はいはい、何の人なの？これはこの土佐でめっちゃ知識人なんです。あ、土佐のすごい知識人、はい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 、地元のすごい有識者ね、はいはいはい、で、まあ、元々絵師なんですけど、絵を描く人やって、この人に会った時に、その坂本龍馬、坂本龍馬が名前が出てこいよって言われて、川田昌龍さんにペリーすごいんすよ、すげえ船、めっちゃでっかい船あるんすよ、そうそう、でそう、アメリカはすごいんやと川田昌龍が言うて、その川田昌龍がなぜこの海外のことを知ってるかっていうと、はいはい、この川田昌龍はジョン万次郎に海外のことを全部聞いてたんですよ。へー、出た万次郎、出た、ジョン万次郎、ここでジョン万次郎
ジョン万次郎は実は土佐の出身なんです。あ、そう、そうなんや。だから船に乗ってたの。土佐出身の漁師やって、はいはい、そうだよね。でジョン万次郎は14歳の時にそんな若くして、若くして、うん、その流されてしまってアメリカに行ったんで、ね、助けられたんよ。そう、アメリカの捕鯨船に助けられて、うんうんうん、一旦ハワイのホノルルに行って、うん、ハワイやったんや。そう、ハワイのホノルルに行ったんです。そう、助けられた時に、うん、その船長から、うん、日本人やっていうのを伝えて、うん、はいはい、ほな、その船長は、うん、ほな返したらあかんなっていう、すごい優しい人です。おお、いい人。とりあえず乗れと、はい、で乗って捕鯨船でハワイまでまず行く。でまず、うん、まあまあ漂流した土地で無人島で140日ぐらい過ごしたんですけど、はい、上手。これがまたすごいんですよ。サバイバル、めっちゃサバイバル。雨水飲んで、ていうか14歳やろ。そう、すごいな、中学生やで。雨水飲み、あ、その辺にいるアホウドリを食べ、魚を取り、140日間生き延びた。そう、すごいね。すごいんですよ。すごいね。でそれでたまたま通りかかった捕鯨船に助けられて、運強っ。そう、でその時まで5人残ってたらしいですね、その捕鯨。ああ、そうなん、一緒に漂流したい5人とも全部生き残ってて、え、みんな強っ。そう、すごいんですよ。で、うん、捕鯨船に乗って行ったハワイに、うん、ハワイね、ハワイのホノルルに行きます、うん、でそこでまあまあみんな降りるわとなって、一旦ここで降りってなってるけど、うん、ジョン万次郎だけ俺この船手伝うわ、なんでやねん。まあ漁師やったから、あ、ちょっと血が騒いちゃったんや。捕鯨船手伝うわっつってずっと手伝ってたんですよ、うん、その期間約10年ぐらい。すげえな。人じゃねえな。すごいでしょ。万次郎すげえな。全然龍馬じゃなくてジョン万次郎になってるけど。え、そのままだからその船と共にその海洋を回ってたってこと。そう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 、海域を。そう、ずっと回ってて捕鯨船手伝ってて、である時ふと、そろそろ日本帰りたいなと。まあ10年もおったらアメリカの人と、そうやな、会話ももうできるようになったし、そう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 、知識もいろいろ増えたし、そう、とりあえず懐かしいな、まあ、日本そろそろ帰りたいなと。で一旦アメリカの本土に行く。そっからさらにな。そうそう、アメリカの本土に行った時に、アメリカの本土ではゴールドラッシュやった時期で、金がめっちゃ取れる時期やったんですよ。これやってなって、ジョン万次郎は金を取って金を貯めて日本に戻るんですよ。たくましい。すごいです。すごいね。で、まあまあこう一旦本土からお金を貯めて、一旦またハワイに戻って、うん、またハワイを経由するんやな。一旦ハワイに戻って、俺帰るわっつってこう一旦ハワイ経由して、まあまあいろいろね、そこにいた知り合いとか乗ってた。最初のさ4人の仲間はもうすでに日本に帰ってんのかね。多分帰ってるんやと思うんですけど、そこはあんまり分かんないんですけど、うん、でその時そのジョン万次郎はどっからどう帰ったかというと、うん、まあ、その時鎖国されてたから、そうだね、ある、まあ、まあポイントポイントしか空いてないんです、うんうん、で一番警備の薄かった琉球っていう、そっちか、そうそう、薩摩が管理してたところなんですけど、はい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 、そっから入ってで薩摩の琉球ルートなわけね。そうそう、薩摩の人に見つけてもらって、まあまあ見つけてもらったのね。見つけられた人がまあまあ運が良かった人なんですけど、まあまあその、うん、なんていうんですかね、そのそっちのことに、うん、まあ、もう興味のある人やったから、あ、その異文化にね、そうそうそう、うん、で異文化のある人やったから、でまあまあその、うん、土佐藩やっていうのが分かったから、はい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 、土佐のこの人に事情聴取してもらえた。おおおおおおお。でこの人が、うん、ジョン万次郎のことを全部いろいろ聞くんですよ。ああ、そうなんや。ジョン万次郎おもろいわとなって、この人のことを広めなあかんってなって全部書いたんですよ、そのあったことを。ああ、そう、だこの人のおかげでうちらは今ジョン万次郎のことを知ってるんや。そうなんです。すげえ。この人のおかげでジョン万次郎がその江戸に行って、うん、江戸でなんか通訳とかもするよね、するようになるんですよ。へえ。この人のおかげでジョン万次郎は江戸に行くことができたんですよ。ああ、へえ、すごい。こういうことをしたんだよっていうことを自分の絵を挿絵を入れながらそこも入れながら本にして出したのが、うん、
出して、ジョン万次郎はこんな人だよっていうのを広めたのがこの人。ああ、なるほどね。そうです。へえ、すごい人なんです。と龍馬が出会うのね。出会うんですよ。出会って戻ってきたね。そう、海外のことを知って、ジョン万次郎はすごいんだよ、うんうんうん、海外でこんなことこんなこと学んできて、こういうことをしてきたんだよって聞いて、うんうん、会いたいよね。そうそう、ね、ただでも会えてないんですよね。あ、そうなんやね。そう、ジョン万次郎と龍馬は会えてないんです。そっか。